おや今日のひろきさん、今日もまた頭の上にプーさんを乗っけて、またなんかこのしましまのね、あの黒と白の T シャツを着て動画撮ってるところですね、と大思いのあなた、正解でございます。正解です。正解でした。こんにちは、ひろきです。今日もですね、ちょっと動画撮っていきたいなということを思いましてですね、まあ今日はちょっとワールドベンチャーズのね、いいところと悪いところについてね、どんなところがいいところなのかとか、悪いところはどんなところなのかみたいな話をね、できたらなということを思いまして、こうして動画を撮ってます。はい。ですね、昨日に引き続いて、またなんか今日の朝めっちゃ寒いなみたいな感じでですね、もうなんか冬くらい寒いんじゃないかなみたいな感じでですね、とても寒いなみたいな感じ、まあ8月なのでまた暑くなるんで、まあ寒いくらいでちょうどいいんじゃないかなみたいな感じで思いながらですね、今日の朝を過ごしてたという感じなんですけども、まあそんな感じでですね、またちょっと動画を撮ってるっていう感じです。8月19日の、はい、今という感じです。はい。ですね、いいところがですね、ワールドベンチャーズのいいところはですね、まあすごいいいところ、まあいいところしかいいところだらけなんじゃないかなっていう、まあいいところだらけで、まあ悪いところほぼないというか、まあ私の中ではですね、ないなということを思ってるっていう感じなんですけど、まあいいところをちょっと上げていきたいなということを思います。まず、お金を、まあ好きなだけ稼げるっていう感じですよね。まあ月にこう3000万とか5000万とかね、権利収入で、しかも何もせずに稼ぐことができるっていうビジネスモデルですので、一時的にこう苦労する、まあ一時的に頑張ることができたらですね、まあね、そういう権利収入、寝ててもこうお金が入ってくるっていう、まあ、権利収入を持つことができるっていうところがとてもいいところだと思います。まあ、ここが一番の魅力ですよね。お金が稼げるっていうところ。まあ、お金はもう何にしても、ね、何に変えることもできない、ということで、まあ、ね、もう変な話、お金がないと死んじゃうし、まあ、ね、お金があったら、まあ、生きていけるし、楽しいことできるし、ってことで、お金が、まあね、人生で、まあ、8割くらい、まあ、いや、結構な割合を占めてるんじゃないかなということを思いましてですね。なので、まあ、そのお金を手に入れることができるところが最大のいいところなんじゃないかな、みたいなことを思ってましてですね。で、なおかつ初期費用とか月会費が安いというところもいいところですよね。なんかこう、アパレルとかを経営したりとか、コンビニを経営したりね、ラーメン屋さんを経営したりとか、私も数々のビジネスを手掛けてきましてですね。まあ本当に高い、初期費用を払って始めるビジネスとかもたくさんあるんですけど、まあそんな初期費用をね、払わなくても大丈夫ということで、まあ、6万とか7万とかですか、プラチナ会員だとですね、ゴールドだともう5万とか、そんな辺、そのくらいの本当に高校生のアルバイトとかでも貯められるくらいのね、初期費用しかかからないというところで、月会費がですね、まあ、もう、まあ、1万ちょっとという、まあ、はい、ですね、まあ、1万ちょっとという感じでですね、できるということでですね、まあ、もう本当に、まあ、そんなね、初期費用が安いにもかかわらずですね、あとは年齢不問、学歴不問、まあ、性別不問、あと住んでるところとかもね、どこでもよくて、まあ、どこに住んでてもできるという、お仕事ですので、まあ本当に誰でもできる、もう主婦でもできるし、もう子供がいる人でもできる、あとなんだ、まあ、もう14歳以上、まあ19歳以上であればできるということなんですけど、まあ実質なんかね、他の人の名義を借りてやってるっていう方も いらっしゃいますので、14歳以上とかね、もう変な話、もう小学生でもできるビジネスということでですね、本当にまあ、なんだ、まあ、どんな人でも、まあ、もう境遇を問わずできるということでですね、本当に、いいところは、まあ、うん、本当に参入障壁が低いというところもいいところかなということを思います。あとは、まあ、どこにいてもできるということですね。まあ、自宅にいてもできる。もう完全在宅でできるっていうところもいいところですよね。私これ今家にいますけど、家にいながらですね、まあ、これビデオにね、働きかけてね、まあ、今 YouTube とか、そこでアップロードすることができてですね、で、それで誰にでもこう見てもらうことができる。変な話、英語が話せればですね、まあ、英語でこう訴えかけてですね、まあ、英語、まあ、別に、日本人だけのこうお客さんを取る必要はないですので、まあ、ね、例えば海外、別に旅行って別に日本人以外の人でも行くことができる、ますので、まあ、てか、ワールドベンチャーズが35カ国に展開されてて、まだ日本に上陸してないっていう状況ですので、なので、逆に、まあ、日本以外のところを攻めるっていうことも選択肢であるわけですよね。なので、いや、というか、まあ、そっちの方がメジャーに広まって、
まってる、今世界で1000万人以上の人、まあちょっと正確には数字わからないですけども、まあ1000万人以上の人にこう、ワールドベンチャーズが普及しているということですね。まあもうこれはもう潰れようがないかなということで、資本力がですね、まあもうまあ最初のうちは400億とかしかなかったのに、700億とか、まあ今1000億円以上の資本力があって、モメンタムランキングでね、もう、2年くらい前まではですね、3位、まあ、1位がジュネスっていうところだったんですけど、ネットワークでですね、それをちょっとこう、追い抜いてですね、まあ今1位がモメントムランキング、売上の急上昇ランキングの1位がワールドベンチャーズということでですね、まあとてもこう安心できる、資本力がとても高くてね、日本の会社だとこう、1000万円とか、なんかそんな5000万円とかね、まあ奥をいかない資本力の会社とかってあるじゃないですか。まあそういうところだと普通に潰れてしまう会社とかもあると思うんですけど、まあワールドベンチャーズはですね、まあそのトヨタよりもこう評価の高い、まあアンストヤングっていうね、会社のなんか評価をこう調べるなんか、監査法人があるらしいんですが、そこでですね、まあトヨタが54点のところ、ワールドベンチャーズは86点とかでですね、まあ全然トヨタ、まあ世界のトヨタよりも高い評価をいただいてるという会社でですね、まず、将来性はめちゃくちゃあるなっていうことを思いまして、にもかかわらず日本には上陸してない、まだ伸びしろがたくさんありますよね。まだというか全然ありますよね。日本だとまだ2万人ちょっと、まあ3万人もいない。で、実際活発にね、まあこういう形でなんか顔出しして、なんかもうバリバリこう活動してる人とかっていうのはですね、まあ、ほとんどいないと思ってますので、まあ2万人中ですね、多分200人とかもいないんじゃないかなみたいな感じで思ってますので、本当に、非活発の人が多いということでですね。ということはめちゃくちゃチャンスなわけですよね。なので、これ権利収入取りに行かない手はないかなということを思いましてですね。まあ、私もこうして、ちょっと、たくさんの人に広められるようにですね。まあ、やってるというところでですね。まあ、だから、いいところをまとめますとですね。まず、月会費が、安いですよね。まあ、月会費が安いくて、権利収入が取れる。まあ、お金が好きなだけ稼げるというところですね。権利収入として稼げるというところで、参入障壁が低い。もう誰でもできる。もう、どんな人でもできる。まあ、境遇問わずに、できる。まあ、ね、男女とかそういうのも関係なく、職歴とか学歴も不問で、まあ、性別も不問。まあ、で、あと、年齢不問で、ね、住んでるところも構わない。まあ、どこに住んでても構わないし、お子さんを抱えてる人、まあ、ね、赤ちゃんとかいて、育児しながらでもできるっていうことだったりとかですね。まあ、あとは、どこでもできるっていうところも、完全在宅でできるっていうね、まあ、もうネットで完結できちゃうっていうところが、まあ、最大にいいところですよね。もう、好きな時間にできるっていうことでね、まあこれが今まあ昼なんですけど、今ですね、これがですね、例えば夜の2時とかにもね、こうして働くことができるわけですね。例えばですね、今夜の2時ではないですけど、ちなみにですね、ということなので、まあ本当にね、まあいつでもできるし、好きな時にできるし、境遇を問わずにできるし、まあで月会費安いし、初期費用安いし、でお金稼げる、もう何もしなくてもお金入ってくるようにできるっていうことで、はい、まあそんな感じのところがいいところなんじゃないかなということを思いました。まああとは、そうだ、ちょっと忘れてましたね。ちょっとワールドベンチャーズなのでですね、まあビジネスとしての観点で考えたときには、そんな、いいところがあるんですけども、ね、ワールドベンチャーズってもともと旅行が商品ですので、旅行に世界最安値で行けるっていうところが、まあこれがまあいいところですよね。HIS とか JTB とかジャランとかね、楽天トラベルさんとかね、まあ日本の大企業の、まあ旅行会社ってあると思うんですけども、まあそういうところがですね、まあ日本にこう入ってきちゃったらですね、まあ、そういうところの半値とかでもう旅行に楽しく行くことができるわけですね。四つ星、五つ星ホテルの中、ヒルトンホテルとかですね、ハイアットとかなんか、まあいろんなね、いいホテル、まあ四つ星、五つ星のランクのホテルに、まあ二つ星、三つ星のホテルの価格で泊まることができちゃうというか、むしろそれよりも安い価格で、二つ星、三つ星価格よりも安くね、四つ星、五つ星ホテルに泊まれちゃうということで、もう舐めてるんじゃないかっていうくらいですね、まあ安く旅行に行けるということが、まあっていうものがですね、日本に上陸したらこれやばいんじゃないかなっていう、HIS とかね、JTB とかね、もう
潰れちゃうんじゃないかなみたいな感じでですね、ちょっとそれをね、ワールドベンチャーズに上陸してもらったら困るみたいな会社も、まあ日本の企業ってね、まあそこまで大きい会社ではないですので、まあ、ワールドベンチャーズはですね、2005年にはアメリカのテキサス州っていうところでできた会社なんですけども、まあ、資本金は全然ね、そういう日本の会社よりも大きくて、まあ730億円とか、まあ今は、もっと高くね、まあ1000億円以上の資本力とかっていう形になってきててですね、なのでそれがこう日本に入ってきたらですね、日本のすごい会員が増えてくると思うんですよ。ね、普通に考えて HIS とか JTB でね、今旅行をご利用してるお客さんが多いと思うんですけども、まあそこよりもね、普通に日本の旅行に行くにしてもね、ワールドベンチャーズで行った方が全然安いやみたいな感じになってくるんですね。今これから後合ですね、日本のテレビ CM でもですね、たくさんこう、流されるみたいな感じのことを言われてましてですね、ってなってくると、もう、日本のその、旅行業界の、まあ、その勢力図が変わってきましてですね、ちょっと、ね、ちょっと、こう、恐れてるわけですね。HIS とか JTB さんからしてみたらですね、ワールドベンチャーズ入ってきてくれたら、ね、ちょっと潰れちゃうみたいな感じで恐れてるということでですね、まあ、そんな、企業ですね、まあ、大企業、もう本当に MLM の中でも一番、メンタムランキングで伸びてる会社、売上ですね、利益ベースでこう伸びてる会社ですので、なので、まあ、コストパフォーマンスも上げることができるわけですよね。当然、ね、そんだけ、1000万人以上とかっていう会員がですね、もうわけのわからないくらいですね、会員さんがいる会社ですので、まあ、利益も相当伸ばすことができててですね、まあ、それだけお客さんを抱えていたらですね、ホテル会社とか航空会社からも優遇されるわけですよね。一泊分の旅費をね、まあ、これだけのお客さんを紹介するんだから、まあ一泊分の旅費をね、一人当たり安くしてくれっていう交渉ができるわけじゃないですか。ホテルとか航空会社にですね、何ですかね、まあ航空会社でも同じですね。一席あたりの空室、まあ空席を埋めたい、まあホテルの場合だったら空室を埋めたいと思ってるわけじゃないですか。でそれを普通にこうお客さんの数多ければね、そんだけお客さん紹介してくれるんだったら、ね、まあ一席あたり、まあ1万円ね、飛行機で1万円かかるところじゃあ7000円でいいよみたいな、ね、もう5000円でいいですよみたいな、そんだけもうワールドベンチャーズね、たくさんいつもそんなにお客さん紹介してくれるからってことでね、一泊分の旅費を安くできたりとかね、航空会社もそういう形で、まあフライト料金も安くできるね、なのでこう安い旅行を提供できるということで、もう大手にはかなわないわけですよね。僕がなんか例えばね、旅行会社を立ち上げてね、まだ一人しかいないと、まあ、従業員はまだ一人もいないんですみたいなね。でお客さんはって言って、まあお客さん頑張って僕が100人捕まえたとするじゃないですか。でも100人のところでね、まあ100人頑張っても100人のところで1000万人以上のワールドベンチャーズには勝てないわけですよね。なのでまあワールドベンチャーズに乗っかった方がいいということでですね、ワールドベンチャーズに乗っかって権利収入を作るね、乗っかった方がいいわけですよね。ね、どう考えても資本力が大きいので、潰れる心配のない会社で権利収入を作るっていうのが賢いじゃないですか。ということで、まあちょっと話変わっちゃったかもしれないですけど、まあそういうことでですね、ワールドベンチャーズのいいところは将来性がめちゃくちゃあって、日本にはまだ上陸してないので、とても権利収入を作る見込みがあるというか、可能性を秘めてるビジネスなので、ここでね、権利収入を作りに行く価値がめちゃくちゃあるよっていうことだったりね、初期費用が安いとか、参入障壁が低い、まあどんな人でも境遇を選ぶずに、ね、主婦の方とか子供がいる方とかでもね、どこに住んでる方、まあ例えばこれ沖縄でもね、もうビデオを撮ってるっていうことであればね、僕はちょっと今東京に住んでますけど、札幌とかね、別に本当に田舎のね、離島とかに住んでる人でもね、まあビデオ一つさえあればね、こういうふうに情報発信をして伝えていくことでビジネスができちゃうということでですね、まあ変な話、海外に住んでてもできるということで、というか私のグループの方でですね、海外に住んでる方っていうのが普通にもう5カ国以上の各国でですね、もういるわけなんですね。なので、まあそういう感じでですね、別に日本に住んでなくてもできちゃうということでですね、まあ、ですね、まあで、いつでもできるというところ、もう、好きな時間に好きなだけ稼ぐことができるということで、まあいいところとしてはそんな感じかなって、で、際限なく稼ぐことができるって、ね、月に3000万円を稼いでるとかっていう人も普通にいてね、まあ僕は月、そうですね、そこら辺を目指してやってるわけですけども、月に3000万円
円何もしなくてもお金が入ってくるってなんか意味わかんないじゃないですか、もうすでに。なんかね、何それみたいな感じですよね。普通はね、めちゃくちゃこう1日8時間とか労働して20万円とかね、あの手取りでまあ20万いけばいいかなみたいな感じのね、で今仕事がない時代ですね、そういう感じのこと言ってる中でですよ。中でですよ。なのに、まあ何もしなくても3000万円お金が入ってくるって意味わからなすぎじゃないですか。普通ね、まあもう、本当に四六時中働いて20万円とかそのくらいがいいところですよ。だから本当にね、意味のわからない世界があるんだよっていうことをお伝えしたくてというか、まあそのくらい稼げる、可能性を秘めてるというか、普通にそれがね、普通の人でもいけるっていうところが魅力的で、別になんか特別なね、なんか芸能人とかね、なんかこう生まれ育ちがいいとか、なんか親がお金持ちとかね、なんかそういう環境で育った人とかっていう形で、まあ特別な人だけがそういうところを狙えるっていうわけではなくてですね、もう誰でもいけるっていうところが本当に魅力的なんじゃないかなっていうことを思いましてですね、本当にね、別に顔がそこまでねいけてない僕とかでも本当にね、もう、結構いい感じでこうお金稼がせてもらってるわけですけども、まあっていう感じでですね、別にもう生まれ育ちも関係ない、もう境遇を選ばずに本当にどんな人でもこう何ていうの、可能性を、まあ可能性というか可能性があるビジネスということでですね、それがいいところです。もうちょっと何回もなんかくどい感じで言っててですね、まあこれだけ言えばまあ伝わってるんじゃないかなということを思いましてですね、で逆にですね、じゃあ悪いところをちょっと行きたいなって、悪いところはですね、まあちょっとそのいいところの裏返し、まあ二面性とかっていうんで、いいところと悪いところは裏返しでね、まあいいところが悪いところでもあるみたいな感じでね、っていうことにもなってくるんで、まあ今言ったいいところが逆に悪いところでもあるっていう話にもなってくるかもしれないんですけど、まあ、なのでですね、まあ悪いところとしてはですね、初期費用が安すぎるということですよね。安すぎるから、こう気持ちにね、なんていうの、こう張りが、なんか張り合いがないみたいな、なんかあんまりこうお金払ってないから頑張らなくてもいいやみたいな感じになっちゃうわけですね。まあ一言で言うと、まあ悪いところいろいろあるんですけども、悪いところっていうのはまあいいところでもあるっていうことなんで、いろいろとね、まあ悪いところが、まあ別に悪い、まあそれはまあ解釈の違いで、その人にとっては悪いところかもしれないけど、まあいいところかもしれないっていうことで、まあいろいろちょっと上げていきたいなということ、まずはですね、悪いところとして初期費用が安すぎる、まあいいところでもあるんですけど、初期費用が安すぎるがゆえにですね、気持ちが気合が入らないということで、ね、月会費もね、まあ1万とかって舐めてるわけですね。まあ高校生でも入れるみたい、払うことが変な話できちゃうじゃないですか。1万くらいだったら別にアルバイトでね、5万くらい普通に稼いでる高校生もいますので、まあ普通にね、そのくらいだったら払えると思うんですよ。だからね、ちょっと別にそんなんだったら舐めてかかってもいいやみたいな感じになっちゃう人が多いと思うんで、まあそれが悪いところでもあるかなみたいな感じでですね、それがなんか1000万突っ込んでたりとかね、もう2000万突っ込んで、もう3000万とかね、もう親がもうね、死ぬ気でこう働いてくれたお金でね、始めたビジネスとかだったらもう引くに引けないじゃないですか、とかっていう形のお金が必要なビジネスだった場合はですね、もう真剣にもう死ぬ気で人生かけて取りに行くみたいな感じになると思うんですけど、でももうね、このビジネスって6万しかかかってないから、まあ変な話、まあ取り戻せなくてもいいやみたいな、まあそのくらいだったらまあ別にいいかみたいな感じになっちゃうっていうところがありましてですね、まあそれがちょっと悪いところかなみたいな、まあいろいろありますよね。まああとはですね、普通の仕事とやっぱり違うわけですね。ビジネスをまあやっぱり日本の方ってあんまりやったことがないと思いますので、長期目線が必要っていうことになるわけですね。目標行動計画とかって、まあよく言うんです。まあ目標計画行動ですね。まあとかっていう形でですね、結構長期的な目線でこう行かないといけないっていうこととかっていうのがですね、やっぱり人間目先だけをこう考えてしまう生き物なので、ね、まあ今こうね、その日をしのぐことができればいいみたいな感じの発想になる人がやっぱり多いと思うんですね。今すぐのこうお金が欲しいみたいな感じでですね、今こう稼いで、まあ日雇いの例えばバイトとかだったらね、8000円とか1万円とかね、まあもらえるじゃないですか、その日ね、一日が働くことがいい。まあ、で、すぐお金がもらえるから、まあ、すぐもらえるんですけど、ワールドベンチャーズの場合はですね、結構長期目線が必要。まあ、よくなんかビジネスはね、軌道に乗せるまでになんか1年、2年かかるとかっていう話、ね、あなたも聞いたことがね、まあ、1回くらいは人生であるじゃないですか。なんか軌道に乗せるみたいなね、軌道とかってなんかよく、まあ、そういうね、言葉を聞いたことがあると思うんですけど、なので、結構目標を立てないといけないっていうことになってくるわけですね。なので、目標としてはですね、理由が必要。
必要だったりするわけですね。なんでその目標ね、月3000万円もね、権利収入で、まあ、入ってくればいいなーなんですけど、みんなね、まあ、そんな感じですよね。なので、この仕事って借金がある人とかね、お金を返さないといけないみたいな感じのね、そういう理由がある人の方が成功できるっていうことなんですけど、まあ、目標っていうものを、まあ、月3000万円か、っていう目標を持ったとしても、それを行動に移すことができないっていう人が多くてですね、まあ、そういう計画を持ったとしてもね、なかなかそれを実行に移すことができないっていうことでですね、まあ、それも長期的に、まあ、結構そういう大掛かりな仕事でですね、まあ、1年とかっていう形で、まあ、結構、長期的に、取り組んでいかないといけないっていうところも悪いところかなっていうことを思いましてですね、結構そういう感覚ってあまり日本の方にないんじゃないかなって、1日働いて、まあ、1万円もらえるとか、8000円もらえるとかね、1ヶ月働いたら20万円もらえるとかっていうのは、まあ、逆に、それね、すぐその場しのぎができるというかですね、その時すぐ働いて、まあ、すぐこうお金を稼ぐことができるっていう仕事の方がですね、まあ、すぐお金入ってきますので、まあ、そこがちょっと、まあ、悪いところの、悪いところなんじゃないかな、みたいな感じでですね、まあ、それだけ稼ぐことはできるんだけど、まあ、そういうふうにね、まあ、自分を、まあ、まあ、そうですね、自己管理能力とかっていうのが必要になるわけですね。さっきの好きなだけ稼げるんですけど、好きなだけサボれる自由でもあるわけですね。別にやらなくても誰にも何も言われることはないわけですので、なんかね、こう上司がいて、お前それちょっと、お前ちょっと動画撮れよとかね、なんか別に僕はなんか言われて撮ってるわけではなくてですね、自発的に今やってるわけですね。まあ別にだから自発的にやるっていうのはね、普通バイトとかだったらもうね、例えば朝の9時に来てくださいとかね、昼の12時から出勤してくださいとかってもうやる時間がもう決まってるじゃないですか、会社だったらね、出勤退勤時間がもう決まっててね。で、それでもうサボったら上司の人がね、電話かけてきて、なんでお前会社に来ねえんだよとかね、バイトとかでもね、普通にこう、ね、何々さん何やってるんですかとかって、こう叱ってくれる人がいるからね、もう働けるみたいなことがあるんですけど、この仕事ってね、まあ、好きなだけ稼げるっていう自由な仕事ではあるんですけど、好きなだけサボれる。まあ、そういう上司とかもいない。もう自分で全部自己管理していかないといけないわけですね。セルフ、セルフでこう、自分でね、全部こう、管理していかないといけないということなので、まあ、だから好きなだけサボれちゃうので、時間管理とかもできなくてね、今日やればいいんですけど、まあ、好きなだけね、あれば、まあ、別に、ね、まあ、いつでもできるってことは、いつでもやらない、みたいな感じになっちゃう人が多いと思うんですね。まあ、いつでもできるし、まあ、別に今日やらなくてもいいから、で、どんどんね、引き伸ばしていっちゃってね、全然できない。まあ、結局何もやってないや、みたいな感じでね、まあ、それだけ、もうずっとね、もうこういうふうに、もう四六時中稼い、まあ、四六時中なんかずっとね、動画撮ったり、誰かと連絡したり、なんかね、まあ、それを、Facebook とか Instagram にアップロードしたりとかね、まあ、出てき、それ連絡取れた人とね、まあ、連絡を取って、まあ、こういう形でなんか、紹介したりとかっていう形だったりね、それを、仲間の方に教育したりとかね、ということをずっとやっていけばね、まあ、それだけの、大きなですね、権利収入を作ることができるっていう仕事にも関わらずですね、まあそういう感じで時間にですね、まあ、まあそういうね、何も制限がない仕事ですので、ね、サボれてしまうっていうことで、まあそれも悪いところかなっていうことを思いまして、まあいいところを、まあ好きなだけ稼げるんですけど、逆に好きなだけ稼、サボれるということでですね、まあそれはもう表裏一体ですよね。ね、まあそれ、好きなだけ稼げるんですけど、好きなだけサボれちゃうから、まあ変な話、0円しか稼げないみたいな感じの人が多くてですね、まあそういう感じですよね。なので、まあ、成功できない人って、まあこの仕事でですね、まあアドベンチャーズの仕事でですね、成功できない人っていうのはですね、まあそういう感じになってくると思うんですね。まあなんかなんだかんだね、別に普通のこう普通のね、まあ、昼間のこう普通の仕事のようにこう働けば普通にこうめちゃくちゃ稼げる仕事なんですけども、自分ねこう誰かにこう何か言われることがないわけですので、それでね、まあ自分で自己管理できなくて、まあ、ね、結局何も稼げないって言って辞めちゃう人が多いかなっていうこととかですね。まあ、あとはなんか一つの方法で、なんかよく PDCA ってビジネスでよく言うんですけど、なんかやってね、何もこう、反応がなかったりね、何もこう、成果が上がらない時もあるわけですよ。例えばなんかね、文章ずっと書きまくっててね、全然これ反応なくて取れないや、みたいな感じで、やれば稼げるってわけではない、仕事なんですね。結果を出さないと稼ぐことができないというお仕事ですので、なので、
まあそういう時にですね、なんだやっても稼げないやって、これやっても稼げないからやめようみたいな感じでですね、まあ辞めちゃう人が多い、まあ辞めちゃう人、まあそこで、その方法をちょっと変えてですね、まあ、じゃあこれをやってたのを、ここをちょっとこう変えたらちょっと、稼げるんじゃないかとかっていう感じでですね、まあ知恵を絞ってですね、まあそれだと反応が取れないから、例えばね、プーさんの、ね、このカチューシャをつけたりとか、なんか正解ですって言ってみたりね、なんかちょっといろいろ試行錯誤でちょっとひねったりして、まあなんかちょっと変顔してみようかなとかね、なんだ逆立ちしてみようかとか、なんかちょっと注目を浴びるためになんかこんな格好してみようかなみたいな、ちょっと私の場合だとなんかアメリカでダンスを踊ってきたこともなんかダンソンとかって言って、ね、踊ってきたこともあったりとかですね、まあちなみにそのダンソンって踊ったことによってなんか一人紹介者が取れたっていうことがありましてですね、ダンソンを踊った甲斐があったなみたいな感じで思いましてですね、っていうことだったりね、まあっていう方法論をいろいろ変えてですね、もうちょっとこれがダメだったらあれをやってみよう、まああれがダメだったらこれをこの手を使ってみようとかっていう感じでですね、あの手この手を考えてですね、まあいろんな試行錯誤をしないといけないみたいな感じのことがですね、とりあえず1時間働けばお金をもらえるっていう仕事ではないので、まあそういうね、試行錯誤をしてね、 PDCA とかってよく言うんですけど、ちょっとこれを行動してみてダメだったらまた方法を変えてまたこれをやってみるみたいな感じでですね、でやっていかないとまあ稼げないっていうところもちょっと普通の方がですね、陥ってしまうところ、まあ悪いところなんじゃないかなみたいな感じで悪いところを挙げるとしたらですね、まあそんなところもあるかなということを思います。あとはですね、まあ信頼関係がないと伝わらないとかっていうのもありましてですね、まあね、いきなりこうワールドベンチャーズどうとかって、例えばねピンポン押してきてね、ちょっとゴンゴンゴンって例えばピンポンって来てね、ワールドベンチャーズってどうですかっていきなり何も知らない人にね紹介されてね、その人から入りますかっていうまあ話なんですけど、まあ信頼関係がないと結局なんかそうやってね伝えたところで何なのこの人みたいな感じでね、まあそもそもお前誰よみたいな感じでねなるじゃないですか。だから別に伝えればいいっていうわけではなくてね、まあそういう方法とかっていうものをね考えないといけないということでですね、ただもうワールドベンチャーズこれだけのことを今いいですよみたいなことを羅列してね、まあなんかコピペで Facebook に貼りまくっておけば例えばね紹介者が出せるみたいな感じのことも結構難しいんですね。やっぱり、ね、その人間関係がある人、まあこの人いいなって思ってもらえる人から入りたいと思ってるのがまあ人間なわけですね。まあ、そうですね。なので、結構コミュニケーション教とかも呼ばれていましてですね。だからこうザイオンス効果って僕のいつも撮ってる成功するために必要なこととかっていう動画をまた別に見ていただけたらなと思ってるんですけど、そこでですね、信頼関係とかっていうのの気づき方っていうのは、その信頼関係をどうすればね、作ることができるのかっていう説明をね、僕他の動画でしてますので、それを見ていただければなということを思いましてですね。なので、まあ、まあそうですね。結構適当にやる人は、愚痴が出て、で、真剣にやってる人は、まあ、知恵が出るっていう話がありましてですね。まあ、適当にやってたら結構稼げねえや、みたいな感じで愚痴、ばっかり出てしまうわけですね。でも真剣にやってる人だったら、あ、ここをこうすればいいや、みたいなね。ここをちょっとこうすればうまく、ちょっと伝わることできるんじゃない、広がっていくことできるんじゃないみたいな感じでですね。本当に真剣にやってたらですね、まあ、こんな、なんかアイディアが、まあ、あるんじゃないみたいな。例えばなんかカメラでいいカメラを使ったりとかね。まあ、プーさんをやったりとか、なんか、私のビジネスパートナーでですね、東大卒の方で4カ国語を話せるっていう方が、まあ、っていうビジネスパートナーがいましてですね、あ、それ4カ国語ってめっちゃいいんじゃないみたいな感じの話がね、まあ最近出てるんですけど、っていうことを使ったりもっと広まるんじゃないみたいな感じのことだったりとかですね、まあそういうことをね、ちょっと考えていく知恵がね、出るじゃないですか。なんか真剣にやってたら、もっとね、ちょっと、写真の撮り方とかもよく見せたりとかね、まあそういうような感じのこととかもね、出てくると思いますので、まあそれも、まあそういうことを逆に言うと、それを考えないと成功できないみたいな感じのことも、まあこれも悪いところになるかなみたいな感じでね、やっぱり月3000万円稼ぐとかっていう風になると、まあ、そんなに簡単ではないんじゃないかなみたいな感じでですね、思ってまして、目標をもうですね、まあ、まあ、その理由は必要、まあ、目標を立てるためには、なんでその目標を持ったのっていうことをね、日本だと結構豊かな国ですので、別に何も稼げなくてもね、変な話、生活保護とかでね、まあ、お金もらってたら死ぬことはなかったりするとね、あまりこう、やる気が出なかったりとかっていう人も結構いると思うんですよ。なんですけど、まあ、普通にね、目標で、
まあ、例えば、3000万円の借金があるとかっていう感じの人がいたとしたらですね、あ、それをちょっと返さないといけないみたいな感じの動機があってですね、で、こう返さないといけないとかっていう理由が必要という、まあ、よく言うんですけど、目標にはね、理由が必要だとかっていうね、そこもちょっとね、まあ、それだけの目標を持つ必要がないから、ちょっと稼ぐことができないとかっていう感じの話にもなりましてですね、なので、まあ、ちょっとそういうところも悪いところの一つかなと。まあ、で、あとはね、目標には期限が必要だとかってよく言うんですね。期限っていうのは、まあ、例えば8月31日、まあ、夏休みが終わるまでに夏休みを終わらせないといけないっていうね、期限があったから、ね、そこまでにやらないといけないっていう期限があったからですね、それだけこう、頑張ってね、終わらせないといけないとかっていうのがあったんですけど、この仕事はですね、期限がないわけですね。別にやらなくてもいいっていうことであればですね、別に8月31日までの納期として、なんかこれをやりなさいみたいなことを言われないということでですね、まあそういうのもない。で、目標っていうのはね、人間忘れる生き物なので、目標を持ったところでですね、忘れてしまうわけですね。あ、そういえば月3000万円を目標にしてたな、みたいな感じで思ってたこともあった、みたいな感じでですね、あ、そういえばそんなことあったな、みたいな感じで。よくなんか、だから目標はね、なんか紙に書くと成功するっていうのは、紙に書かないと忘れてしまうから成功できないよっていうことなんですね。なんか夢リストとかってね、あるじゃないですか。まあ夢リストに、まあ書いておくと成功できる。まあ夢リストをなんか持ち歩きなさいとかって、なんかよく言うじゃないですか。っていうのは、まあ、持たないと忘れてしまうからっていう意味、なんですね。まあ、目標とかをもう紙に書かないと忘れてしまうから、常にトイレとかね、まあ、いつもこう目につくところにね、書いておいて、まあ、それを日頃から見なさいよ、みたいな感じの話だったり、まあ、そういうことをしたりとかしてね、あと、まあ、成功しないといけないんですけど、まあ、目標にはですね、あと小さい目標と大きな目標っていうのがありまして、月3000万円稼ぐっていう大きな目標を持ったときにですね、じゃあ今日1日は何でできるのって、今日1日、まあ、それ細分化する必要があるわけですね。じゃあ今日は何をすればいいのって、まあ、動画撮ろうとかね、まあ、それ LINE でこの人にメッセージ撮ろうとか、この人と話すとかね、まあ、1日3人の人と会ったら、まあ、365日の、で、1000人以上の人にこう、この仕事を伝えることができるみたいな感じで、まあ、そういう感じでね、伝えていくことができるということでですね、まあ、そんなところが結構悪いところになってくるかなということを思います。あとは環境を作らないと結構成功できないみたいな感じでですね、まあ、で、別に環境を作らなくても、まあ、別に成功できる人いると思うんですけど、ね、私が、とかね、まあ、見てるあなたがね、なんで日本語が話せるのって言ったらですね、まあ、日本語をこういつもからこう日本に住んでるから環境があったわけですよ。まあ、環境でまあそういう日本語を使わざるを得ない環境があったから日本語を話せるようになったということでですね、まあ、ビジネスでもこういつもからね、まあ、ビジネスをやらざるを得ない環境が、ね、ある人ってのは結構少ないじゃないですか。まあ、自分でだから環境に身を置く必要があったりとかっていう形でですね、で成功嫌でもしたい人はですね、もう叱ってくれる上司、まあ、もうお金払ってでももう叱ってくれる人を雇ったりとかしてですね、そうやってね、まあ、成功するっていうのも一つの手かなということを思いましてですね、まあそんな感じですかね。まあデメリット、まあいいところ悪いところをちょっと挙げてみたんですけど、ワールドベンチャーズのですね、まあ、そうですね、まあそういうところを全部克服することができたらですね、成功することができると思いますので、まあそんな感じでまあ一緒に成功していけたらと思います。じゃあ今日はそんな感じでワールドベンチャーズのいいところと悪いところでした。まあ最後まで見ていただいた方本当にありがとうございます。また動画撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。